下立売通り、左手の教会は、セアグネス教会下立売通りは、京都市内の東西の通りの一つ。東は、京都御苑西園のカラスマ通から、西は、右京区佐賀瀬戸川町に至る。一部は、平安系の壁の工事にあたる。沿道には、鎌座通りとの交差点に、京都府町、上谷川東入ルに、通称だるまじ、右京区花園に、 明神寺、方根合院などがある。途中午前通を東端として、この通りの一本北に走る、明神寺道を上の下立売通り、略称、神の下立と呼ぶことがあり、その体として並行する下立売通りのこの区間を、下の下立売通り、略称、下の下立と呼ぶ。下の下立売通りは、右京区花園で丸田町通りと交差する地点を、生端とする。 一方、上野下立売通りは、明神寺西門前を通って、方根郷院西側を南下、丸田町通りと交差する地点まで一旦進む。一旦ここで途切れ、新たに、花園駅前から、山陰本線南を沿うように作られた振動を、進んで、天神川通りの花園黒橋立橋をくぐり、時は方面へ抜けて、右京草が瀬戸川町まで続いている。 この丸田町通りとの交差点での上の下立売通りの途切れは、山陰本線の二条駅花園駅間、複線高架下に伴い、それまで交差点を直進して踏切となっていた道路部分がり土のために廃止されたことで生じた。かつて丸田町通りが西、王子通との交差点である西の経営延長を生端としていた当時、この通りは右京区へ伸びる。 生活上重要な道路として活用されていた。しかし、ほぼ全区間、自動車同士のすれ違いに苦労するほど道幅が狭かったため、特に路線バスなどが通過する際に渋滞が発生することも多発。この状況の解消は、丸田町通りの西延まで待たなければならなかった。ありがとうございます。